こんにちは、IKEA大好きな浅野です。インスタで IKEA 好きな方と日々情報交換をさせていただいております。で、アンケートをさせていただきました。 IKEA でリピ買いしたものは何ですか。302回ともらいました。ありがとうございます。リピ買いなので家具っていうよりは雑貨系のアイテムが中心になってきますが、私でも意外なものが人気なんだなって新たな発見がありました。今回その結果をランキング形式で発表していきたいと思います。では行ってみましょう。10位はロースコグワゴンでした。我が家では子供部屋でお支度グッズや教科書、プリント類の収納に使ってます。インサートはニトリの N インボックス、無印のファイルボックスを使ってます。このフックも IKEA のスンネルスタという商品です。無印のフックも使ってます。今回のアンケートではキッチンや洗面所で使っているって方が多かったです。9位は粘着テープローラーのベスティスでした。私も替えのテープをリピしてます。特徴は値段が税込み99円って安いっていうのと、テープが斜めカットになっているっていう点です。 IKEA のが一番剥がしやすいっていうご意見もありました。ただこの替えテープが最近品切れなことが多いので、見つけたら買っておいた方がいいんじゃないかなって思います。この替えはですね、11メートル4本入りで299円です。いや、もったいないからね、これも使います。8位はキャンドル類でした。とにかくキャンドルは IKEA が安いっていうご意見が多かったです。これはアロマキャンドルで、ガラスグラス入りで199円、こっちのは香りなしのキャンドル20本入りで999円。このキャンドルホルダーも IKEA です。クラシックでもあり、コンテンポラリーでもあって素敵ですよね。他にもティーライトキャンドル100個599円で売ってたり、本当にね、 IKEA はキャンドルがはかどります。この火消しも IKEA で買いました。ふってやるとろうが飛ぶんでね、これ使うといいですよ。7位はリーサトルプです。 IKEA で人気のカゴですよね。スチール製のメッシュのバスケットとバーチ材の取っ手がとっても可愛いですよね。オープンシェルフやリビングで見せる収納として使ってるっていうご意見いただきました。ほんと気分が上がる可愛いカゴです。トイレットペーパーをね、入れたりなんかできます。ちょうど4つ入りました。ただこれ中身が結構透けるので、私はキッチンカウンターでパンを入れてますけども、こうやってキッチンクロスをパサッとしております。たまに売り場が分からへんかったわーって方いらっしゃるんですけども、確かに意外なところに置いてます。正規の売り場はキッチンの設備が売ってる方の近くです。6位はハンガー類でした。ハンガーは IKEA で揃えてますってコメントをね、結構いただきました。 IKEA のハンガーいろいろ種類あるんですけども、とにかく安いです。この4連のズボンハンガー3COINS にもそっくりなのが売ってます。 IKEA の方が安いんですよね。一番人気なのがこの木のハンガーで、だいたいね、飛ばされてます。はい。5位はチョコレートでした。ミルクとダーク、これそれぞれ税込み90円なんです。めちゃくちゃ安いですよね。黄緑色の120円のなんですけど、ヘーゼルナッツが結構詰まってました。来店特典と思ってね、買ってください。4位はタオル類でした。ボーグシオンっていうシリーズの買ってますって方が多かったです。と
というのも IKEA のタオルは商品の入れ替わりが激しいですよね。で、ボーグショーンはロングセラーなのでリピされてるって方が多いのかなと思います。厚みは結構薄手なので、あのホテルみたいな分厚いバスタオルが好みの方には向かないかもしれないですね。これ毎日洗濯してもうすぐ1年かなぐらいの使用感です。このミニバスタオルサイズがすごく気に入って使ってます。50センチ100センチっていう珍しいサイズで、バスタオルほど大きくないし、スポーツタオルより大きいよっていうちょうどいいサイズ感です。あとはこのハンドタオルはサルビーケンっていう商品で、子供用の手拭きに使ってます。このフックも IKEA のリルオンゲンっていうね、高見えするフックで気に入って使ってます。3位はキッチンクロスでした。人気なのがこのリンニングシリーズで、モノトーンのものが人気ですけども、他にも可愛い柄物や麻 100% のものも売ってます。2位はスクープです。特にこの小さいサイズをリピしてますってコメントたくさんもらいました。でもスクープってちょっと高いやんってイメージだったと思うんですけど、まあ実際そうなんですけど、21年の夏に価格改定があって999円から799円に値下がったんですね。明るくて自立して、こう通気口もねあって、本当素晴らしい商品ですよね。はい、1位はですね、やっぱりですよね、フリーザーバッグってご意見でした。もう野暮なこと聞きになって、空行ったらこれ買うわと、そんなねコメントはなかったんですけど、たくさんのご意見ありがとうございました。行ったらついジャケ買いしちゃいますっていうご意見がありました。確かに限定とかでね、可愛い柄がいつ行っても出てますもんね。グラフにしたらもうね、こんなダントツでしたよ。はい、すいませんでした。はい、いかがだったでしょうか。チョコレートやタオルとかってそんな人気だったんだってね、改めて知りましたし、粘着テープローラーはあのコンパクトなので車の中でも使ってますっていうコメントもいただきまして、すごく勉強になりました。この動画少しでも良かったよって思ってくださる方はいいねボタンお願いします。今後も IKEA の商品レビューや賃貸でもつけられますよ、買ったけど微妙だったよお話していこうと思ってますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。